ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ、目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。って、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール大好きだ。アンジール、俺に恥をかかせるなよ。はっ、準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス、何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。ジェネシスの代理として君に作戦に参加してもらう。準備が整い次第ウータイへ出発してくれ。メール読んだか。どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。時間がありません。出発の準備をしてください。ほら、このミッションボードに情報を登録するんだ。せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね、行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。
Activating combat mode. お疲れさん。ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。さすがザックス、ウータイでの活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。地球ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さーて、今日は何が入ってるかな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後にメールについて教えとくよ。今お前の携帯端末にメールを送った。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるからこまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。ま、大体そんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジールと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとな。ウータイに出発する時間だ。準備はできたか？私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ？俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。ブレッ、決まった。Resolved. おっしゃー、よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか？
なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待て。なんだよバカリンゴって。邪魔すんな。バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。まもなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で隙に暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。手にはいかない。敵は一人だ。全軍で迎え撃つぞ。Activating combat mode.
だぜ。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。Activating combat mode.
声がするぞ。ウータイの名にかけて、何としてもここで食い止めるぞ。このタンブリン砦、ソルジャーごときに落とされるような要塞ではない。敵はどこから現れるかわからん。くれぐれも気を抜くな。ソルジャーは確かに強い。だが、故郷を守るためなら、どんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。たとえこの命が散ろうとも、ウータイの辞書に撤退という文字はないの。撤退だ。形勢不利なら撤退もまた立派な戦略。だけでよかったのに大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。
そこが砦の中央部。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。おっしゃより修行は苦手。二つ故郷うたい守るため、三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。うたい最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、まいったか。シュシュシュ、うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが大切。
ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括、見てるか。急げ俺。急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はっ！タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、敵正体を引きつけアンジールのサポートとしてよくやってくれた。セカンドとして申し分のない働きだった。ザックス、ファーストとセカンドの違いはわかるか？与えられた任務を超えた活躍が求められる。それがソルジャークラスファーストだ。忘れるなよ。さあ、急ごう。
セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の、すげえ英雄に会えるのか。Activating combat mode. ハッ、後悔すんなよ。本気を出せ。これならどうだ。こら、ザクス、来い。ザクス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。わかってるって。大兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。アクティベイティングコンバットモード。Yeah!
気を出せ。これならどうだ。こりゃ、脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ。ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。